Welcome to Shui Channel. どうも、シミです。スーパーガンダムロワイヤルやってるんですが、これ残り3日しかね、4日しかないのさ、4日しかない割にさ、出現率も低くて、あれでしょ、40万必要、100万ぐらい必要っていうのは、ちょっとやりすぎだよね。やりすぎ。ちょっと、どんだけやらせ、周回させたいのか、それとも、赤い星音期待は簡単には上げねえよというのか、ちょっとその辺ももったいないよね。なんかもったいないですね。もうちょい優しくてもいいんじゃないのっていう。期間伸ばすかさ。いくらなんでも4日で100万以上必要っていうのはちょっと嫌がらせかレベルですよ。いくらで星音が手に入るんですか。もうちょいね、だったらもっとなんか、ガンガン超ボスが出るみたいな感じの方がいいですね。それだったらまだ分からなくもないですけど、全然出ないからね。残念です。まあだからか、ちゃんその、エースまでさっさとやらないと、エース級まで。で、まあだから、この格闘3機に変えたのは、乗り換えたのは正解ですね。非常にいいんじゃないでしょうか。ガンガン行こう。ガンガン行かないとね。スムーズ。まあメタルが手に入るっていうのはいいですけどね、ノーマルでちゃんとしっかり、ね、1個4つだから結構入りますね。はい、お帰り。水中用のモビルスーツでしょうか。モビルアーマはい、ちゃちゃっと行きましょう。ちゃちゃっとかっ。あ、出た、ククルゾーン。さあ、急いでいきましょう。まあ、これでノーマルをやって、ノーマルのチャレンジクエストで出てくるらしいので、それを一回やって、多少消費した後に、エース？ただエースになると、多分一気に難易度が上がるので、多分格闘前期編成ぐらいにしないといけない、6期編成ぐらいじゃないときついかなっていう感じですよね。だから格闘6機はいないんですけど、まあ、5機はあと2機か、あと1機、あとバルバルしかないんだ。まあ、そういう意味でサザビをもう1機作る、まあ、用意はできたんで、サザビもう1機強化しましょう。
それだけの価値はある機体なんで、サザビ星3で超優秀。まあ星3星4ないんでね、仕上げるシャズゴでも手に入ればいいですけど、巨大な8月短いんだよ、4日が15日それ説明が入った、急に説明ゲーム内の説明入りました。まだか、あと3つやらなきゃいけないです。ちょっと家庭の事情で、ここで切ります。次回多分エースぐらいまではクリアしてるはず。もう速攻でクリアするし、ちょっと今回はだからそういう期間限定で、星を上げる代わりに期間短くしてますよというイベントでしょう。まあ、周回できるかと。私はもうこのメタルは、G メタルはどちらかというと周回の方にメインして回していこうかなと。それでこの期間の限定のイベントで星音とかをちょっと揃えてから、ある程度余裕が出たら G メタルのガチャも回していこうかなという気がしております。まあもちろんあくまでもそれ以外のケースもありますけど、はい、それでは今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。チルビでした。